神に愛され召された井口、白い山に消えていった命、誰より美学を磨いてきたのに容赦ない山のガットの仕打ち、自分に媚びずに引くに引かずに無言で与えたリアルな気づき、最大のリスペクトを送るぜ R.I.P. 井口。猫が大好き46歳、ジョバンヤボール新井のチャンネル、略してジョバジャン、ニャンニャン。ちょうど昨日 TVer で見たんですが、滑走って知ってる？ああ、滑走って番組、スケーターには多分ね結構有名なんだけど、スケボー版サスケみたい、あの水の上の上走ってて、まあいつかああいうのできたら面白いなと思うんですけど、ちょっとだけインスピレーションを受けまして、少し小物でですね、ハロウィン挑戦期間ということで作りました。こちらまあハロウィンの期間なんで、19の土曜日からまあとりあえず月末まで無料で挑戦できます。挑戦は一人一回の来場につき、一回にする、二回にする、一回ですね、一回ですね、はい、一回だけ挑戦できます。本当はハロウィンだからあのクリアした人にお菓子配ろうかなと思ったんだけど、まずコースがあまりにもお菓子に対してリスクが高いですけど、別にそんなに大したリターンを準備するつもり全くなかったんで、まあパスの人が保険料無料で、時間券の人は滑走券500円引き、滑走後にこれをクリアした人は次回の滑走料が500円引きみたいな感じでいきたいと思いますんで。照明はどうしましょうか？え？照明は、照明はなんか挑戦するときにスタッフに行ってほしい。で一人あの証拠で動画を撮ってほしい。で、その動画 SNS 上げちゃいたい。では、スタッフ立ち会いのもとになりますんで。遊ぶ分には何回やっていただいてもいいんで。ああ、なるほどね。練習で。ああ、なるほど。あ、練習。見てるときに、はいはい。一発勝負。ああ、そういうことね。そうか。こっそり練習は何回でもよくて、で、一発勝負を、まあ、とりあえずやってみようっていう感じで。はい。コース説明をしますね。はい。全体的に、まあ、表彰台をスタート位置から使ってるんで、1位、2位、3位と、だんだん下がっていくんで、一応こう、下ってますという感じですね。だいたいこの、まず最初角材なんです。これ何センチぐらい？ 10 センチぐらい？ 10 ぐらい。10ぐらい。10センチ幅の角材です。で、これスーッと行って、ここに角材、乗り越えなければいけない角材が1個、2個あります。で、乗り越えたら中間の休憩地点に、はい。2位の表彰台、中間の休憩地点です。はい。で、ラスト終盤がですね、ゆるい下りなんですけど、今度丸になります。しかも、形がいびつです。形がいびつの丸一本。これを行って、ここの上で、停止をしたらゴール。成功と。停止しなきゃいけないですね。そうですね。あの上では停止しないとダメですね。はい。なんで、ちょっとそれを目指してやっていただきたいなと。怪我は自己責任で。落ちて怪我した方は自己責任でお願いします。はい。じゃあやっていくぞ。私からいきますね。じゃあタマちゃんから、はい。高え。結構高いよね。やだな。それはその掴むところたまたま。ただルールとして落ちたらダメだし、手で何かに捕まったらダメ。ここの上とか、ここの針とか。何も触ってない。手は何かを触ってはいけませんということで。はい。じゃあ、スタッフ、野崎、たくまさん。はい。1本目お願いします。はい。行きまーす。あーっと失敗。スタートすらできずに失敗しました。めっちゃ滑るっすね、これ。さあ、続いて、ヒロ君お願いします。俺はね、もうね、実はね、ここの入り方はね、もうね、コツったんですよ。だから、俺やるときは、ちょっとここをモザイクにするけど。それ見たかったっす。さあ、日の灯り。一本目。いきます。お願いします。さあ、終了さあ、終了さあ、終了終了スタートもできませんでした、ヒロ君も。思ったより滑った。でしょ？滑った。そう、あの角が滑るの。
で、俺が2回滑ったんで、すでにそこにもうワックスがね、塗り込まれているっていう、ね、状態になってます。滑りすぎてビビった。はい。俺が1本いきますんで、見ててください。じゃあ、いきます。はい。おーし。おーし。ああ。おーし。あぶねぶねぶね。むずいな。勢いで一歩二歩三歩で行くしかないのかなこれ。分かった。ちょっとジャンプしてここにここに。ああああああと。ダメか。野崎拓馬。二回目の。さあ行きました。はい、行きました。あ、危ない、危ない。そうなんです。地味に揺れます。これ足裏感覚鍛わるっすよ。これはね、そう、足裏感覚鍛えられると思いますよ。スノーボード上手くなるんじゃないかなと思いますよ。ダイレクトいった、ダイレクトいった、ダイレクトいったー、ダイレクトいった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 ー。やはり、ちょっとここの因果、まだ誰も攻略できておりません。じゃあちょっと日野くん見せてやってよ。さあ、来ました、中間地点。さあ、ここに、おわっ、そう、ここでバックノーズ。一呼吸置きました。いや、行くしかないっすよね。これ行くしかない。行くしかない。行くしかない。行くしかないっすよね。行くしかないのか、日野ともろり。高いぞ。自分は得意なはず。さあ、行けるかい、行ったいけるかい、無理だこれ。やっぱ無理か。おかしい。なるほどね。こうやって滑るわけだ。これでも、フィフティ無理じゃないですか。フィフティ、なんかでも。止まれないっすよ。止まれないよね。バックロース。こういう感じだね。こういう感じだね。せーの。あー、ダメだ。無理だ。おおおお。気合のボードスライドは結果ちょっとむずすぎたので、ここは細い角にします。細い角にします。で、クリア者が出るごとにちょっとずつ難しくしていこう。クリア者が出たら、ちょっと何かを工夫して、翌日から、その日の営業終わりにちょっと工夫をして、難易度を上げて、ちょっとずつ難しくしていきましょう。じゃあ、私ちょっとこれを、じゃあもう一回細いのに組み替えて、はい。それ最後に取っといて終わりにします。こんだけ、この長さだったら、多分、いいんじゃないかな。さあ、どうでしょうか。あ、でもいいな。いい、いいっすね。うん、こんぐらいだね。さっきより、なんか、ね、安定感ない。あーっと、残念。残念。意外とむずいっすね、これ。はい、じゃあ、決まりました。オスの東海、ハロウィン企画、ブレイブメンズロード。これちなみに、カイジの橋渡るやつと同じ名前なんだけど。こうなりました。
この二人がのどっちかに声をかけてくれれば、はい、測定します。あと、はい、遊びでやった後は、はい、バリが出るんで、はい、削ります。はい、なるほどね。バリが出やすいんで、まぁ、ちょっとエッジのチェックもスタッフにしてもらってくれと。はい。いうことでね。あとあれだよね。ソウルガードある人はソウルガード付きでやった方がいいかもね。そんな感じで、挑戦者、求む。以上、お疲れ様でした。お疲れ様です。みんなが愛した矢田部の人しバッチョバッチョ、ザップ井口ドープでマジックなシックな命バダラオ忍者でのジャンプサッションどっちも引くことなく挑み一歩も引かずにライダー気取り業界沿った俺たちの気負い井口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 